はい、まあ今回は弓道の、まあ、弓の引き方の説明というよりは、今週の撮ってきた動画がいろいろあるんですけども、その中でまつわるお話をしたいというふうに思います。まあこれはちょっと皆さんにね、この弓の引き方を考えるにあたり、まあ、ちょっと考えて本当に考えていただきたいことがあって、弓の引き方やその、正しい弓の引き方っていうのは正しさによって出来上がるのではなくて、柔らかさによって出来上がるってことを覚えるといいんじゃないかなというふうに思います。まあそれがなんでどうして正しさっていうのを追い求めてはダメなのかっていうのは、まあ来週のオンラインのセミナー、土曜日20時からやる人間が無意識に起こる悩み事を骨法から読み解くっていうセミナーをやるんですけど、まあ、そこでもお話ししたいと思います。正しさっていうのは頭の中で作るからです。で、これはまあ昨日のセミナーが金曜日のね、YouTube の動画でも撮ったんですけども、なぜあなたが弓の引き方でまあ、こう悩んでしまうか、まあ、離れの動作とか引き分けの動作っていうのが非常にこうやりにくくなる、まあ、そういう問題があると思うんですけど、これはなんでそういうことが起こるかっていうと、要は頭で正しい形をイメージして、そのイメージに沿うように弓を引くから、体が崩れるんですよ。でも頭使った時点でもう正しい形にはもうならないんです。それはあなたの頭の中で思うこういうものが正しいと思い込んでいる形にはなるんですけども、それが体にとって正しいかは別なんですよ。で、まあその頭の中で正しい形を作り上げて、その通りにやろうとすると、まあうまくいかないということなんですね。で、そもそもその正しい形っていうものを頭の中で何で思い浮かべてはいけないのかっていうことが、ちゃんと社学召集の文章にも書かれたんですよ。これを私は29日の土曜日のオンラインのセミナーで、これはっきりと説明させていただくんですけども、まあ、正者必中って言葉があるんですけど、必ず当たると。正者は必ず当たる。もう正者っていう言葉自体がもう間違えてるんですね。はい。これはもう、必ず当たるものでもないですし、これ必ず当たるものではないというのも私言いましたけど、必ず当たるものではないっていうふうに文章で書いてあるんです、実は。はい。正者とは必ず当たるものではないんです。だから頭で考えなきゃいけないんです。頭の中で考えるのは正しさなんですけども、それよりも大事なのは柔らかさなんですよね。体の中で起こり得る柔らかさ。というか、その正しいっていうのは、どこがどう正しいのかって言ったら、まあ頭の位置がどうだとか、肩の位置がどうだとか、そういうものを正しいとかって言ったりするんですけども、それを具体的に表現するためには、その体の使い方を具体的に表現するためには、体が柔らかくないとダメですよね。だから、弓道をやっている人たちが、本当に求めなきゃいけないものっていうのは、正しい形ではないんですよ。動きの柔らかさです。で、正しいっていうのは、頭で作ったものなので、頭で作った正しいものっていうイメージが、こびりついている限り体は 100% 動かせないんです。だって頭使わなきゃいけないんだから。頭使うのってエネルギー、まあ、必要になるわけですね。だからそうなると、まあ頭使ってエネルギー枯渇したら、もうそこで信じたり何かこう考えたりっていう力やっぱり低下しちゃうんで、やっぱりそういう意味でもやっぱり体使うっていうのは良くないかなっていうふうに、まあ、思ったりするんですね。まあ、詳しい話は29日にやりたいと思います。今回の内容をね、弓道の世界でいろいろこう送り届けることができれば、きっと弓道の価値観がね、皆さん変わると思いますけども、その際にちょっとヒントみたいなことを話しておきます。頭の中の正しさより体の柔らかさですね。これをね、ぜひ覚えておいてください。